はい、坂井養魚場さんの三家、2歳サイズ22センチです。お願いします。はい、いつもいい声いい声でライブで言ってしまうので、なかなか悪い声とは言わないんですけども、これも本当にいい声だと思います。やはり1年飼ってきたので、なかなかずっと見てたので、思い出があるんですよね。これもですね、ここに来て墨が出てきました。ずっと出ずにですね、いろいろ考えたんですけど、なんか知らないですけど、やはり水温16度ぐらいまで下げてくると出てくるものは出てくるのかなと思います。いや、これも模様もパターンもよくで、スカッとした声でですね、本当に上手に飼っていただくと変わってくると思います。白地がむちゃくちゃいいですよ。真っ白です。はい、じゃあ掴みますね。この雰囲気、パターンの雰囲気も好きですし、まあ、ここのちょうど 出なくちゃいけないところの墨が、ここがだいぶ出てきたので、もっと大きくパチッと決まると雰囲気変わりますね。これも出ると思います。はい、横です。中ですね、本当に照りもあって白地も良くてですね、こちらも上手に飼っていただければですね、地区店や全国店なども遊んでいただける、その魚だと思います。鯉がいいのでですね、大きくこれから飼っていただいてもいいと思いますよ。はい、そうですね、鯉の格好もいいですね。このパターンもいいですよね。なんか大きくしてもいいし、締めてもいいし、墨がちょっとまだ少ないので寂しいかなと思うんですけど、ここにグッと出ればですね、パンチ効きますので、これでいいんじゃないかなと思っております。はい、いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。